のみたいな結構みんな言ってくれたりする。でもリス的には誰が自由あんねんっていう気持ちやった。でもやっぱ脱色完成期はこんな感じ。かわいいよみたいな目で見られたからなんかリサも秋のほにゃららメイクみたいなタイトルを作りたかった。無理やった。何やと思う？焼き芋みたいなもみじのようなオレンジメイク。もみじ感そないないやろ。どこにもみじ感ある？最近新しくしたコスメで秋メイクしてみた。コスメをいっぱい買う。今まで何事もなかったかのに最近新しくコスメを結構いっぱい買ったの。それを使ってメイクしていきたいなと思います。それでは急にすっぴんになるのでお気をつけて行ってみよう。うまい。ベリキューブ、ベリキューブ、それ普段も欲しいな。いいね。初めて使う。いいな、うん、この場で。あ、いつ買ったの？いい匂い。うまい。買って、でも他の使っとってからさ、このシート状のやつ。でもやっぱこのシート状のめっちゃいいで。いや、これ買うかな。パックがない時にはこうパックみたいにペダンって貼り付けといたらいいやん。めっちゃおすすめ。で、この後に見て、もうこれないねん。 CNP のアンプル、これもうまず3、4個ちっちゃいな、それ思ってるより。ええけど、めっちゃすぐなくなる。でもこれめっちゃいい。永遠使っても。泣いてる、ピエン。保湿をしっかりします。ではスキンケアから教えてくれるんですね。なんか今日はしっかりしたメイク動画を撮りたい気持ち。気持ちだけは。やる気はあります。あ、ティッシュください。そうだよ。えいえい、いいのかやっていく。ティッシュを落ちて、エソウォータースプラッシュシカトーンアップクリーム。内側から外側に伸ばしていきます。今日はそれ何のカラコン使ってるんですか？今日聞いて、カラコンさ、なかったやつ。え、この前買ったやつやねんな、これ。ラールームのクリアマカロン。わー。けど、なんかいいみたいな見たから買った。うん。でもなんか微妙って、正直に言うと。買うかな。リサ、ラールームの、なんだっけ、なんかレモンな、なんかイエロー、なんか忘れてくよ。なんかそれを使ってた前までな。そっちの方が良かったんよ。だって今日もメイク動画撮るし、あっち使おうと思って箱開けたら1個しかなくってさ。なんでの？ですよ、ゴロゴロしたら外して剥がない。ね、枚数が合わんくなってって。さすがに固めはきついなと思ったので諦めました。固め、固めで色違う感じで、あえてな。おしゃれで、おしゃれだよね。次これG9M クリーム。これは緑やから赤みがひどいところに。エリス、マジで赤みひどいんよね。この辺だけ。でもすごい、それなんなん？下地？うん、匂いも冷やんし無臭やね、マジで。あ、するけどな無臭やね、マジでしました。すいません、本当。嘘です。若干の匂い。エリスフリーのリサイツ前使っとったんやけど、緑の下地は。でもあれは結構なんかイニスフリーみたいな感じの匂いがする。これはそんな匂いもしやんし。いつものあれこれとこれを塗っていきます。ここは割愛です。はい。みんなあんましなへんかもしらへん、このリップ。これみんな引いてる。マジで、見る人全員使ってる。やばい、それのに。そう。これ目代わりで買ったんよね。うん、1000円ぐらいやって。ふなっしーが使っとって、これを。そう、1000円ぐらい前から。いやいや、アピールやめて。はい、先生。どうでした？でも、なんか1000円でリップって高いんじゃないって思う人もいてると思うんですけど。まあやな。どうですか？でも、リサマジそう思っとって。だって100円で売ってるし、リップって、とか思ってたけど。そうか、なんか、リサめっちゃ皮むける人なんや、唇の。これやったら、皮むけがマジで一切なくなったんですよ。カプサイシンとか入ってないのに、なんかちょっとプランパンみたいなのぷっくりしやん。なんか、膜張るみたいな。そう。びっくりすんで、これ使って。しかもこれマジ、2年ぐらい持ったら、コスパ良くすぎる。一番ここ最近で、出会った中で好きかも。え、マジ？うん。ありがとう。これに関しては。そうやね。エラがすごいので、エラを削ります。エラ削りの術。マジでエラ削ってる日と削ってない日じゃ全然ちゃうから、写真写りが。エラ削りの達人って呼んでほしいぐらい。で、その後にコントゥアリングフェイスパウダーで、グル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 コサミン、世田谷育ちのグルコサミン。続きまして、パウダーをはたいて、あ、パウダーの前にこれする方がいいらしい。へえ。はたいて、その上にパウダーを。じゃあここの目の下のこのところと、自信あー、へかっこ。でこはしっかり。で、その後にもう一回やんねんて。眉毛。眉毛マジでないよ。眉毛はほっといてください。マジで下手やからさ、ほんまにあれに行きたい。アートメイ、アート。アート
ツメイク。ハートメイクか、あれも言ってたよ、ハリウッドブローみたいな。ハートメイクがいい。掘ってもらったらもうこっちのもんやん。痛そう。でも耐えれるもんと無理。麻酔とかしてほしい。してくれへんの。絶対してくれるって。きちくすぎる。そんなタトゥーほんのに真冬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 なしの眉毛が無理。最近買った 3C のこれも目代わりで買った。誰のすすめだった。 3C モルティアイなんか分からへんけど、それです。この塗っても塗らなくてもいいぐらいの色をとりあえずまぶたに塗ります、うん、でこの色を、これマジで全部ステイ色じゃなかった。うん、4色しかないっていうのもあるんやけど、なんか今日は横長に引っ張っていく濃いめのオレンジを目尻側からがっつり入れます。かわいい。その色が秋の色やね。夏のオレンジじゃないわ、秋のオレンジで、この残りを下にとりあえず塗りたくります。ねえ、エサがずっと使ってる極み筆。目尻側をちょっと太めに、うわ、目尻は最後に今取り扱いには注意してね。グイーン、オレンジメイクやから。リサが一時期超お気に入りやった。ウズ、モテますから。でもなんか、可愛いねんけど、薄いんよな。おしゃ顔って感じ。え、そう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 。一回とりあえず全体的にはがっつり塗るんやけど、広いメイクのマスカラをこの上に重ねます。これマジで取れへんの。化粧落としでも落ちへん。でもリサ、これを落とす最強のクレンジングを見つけた。うん、韓国でさ、前さ買ったさ化粧落とし覚えてない、クレンジング、アリタムやろ。めっちゃ嫌だ。これも落ちんねん。ヒロインメイク使ってる人多いやん、うん、でも落ちへんっていう人も多いやん、うん、これ、うん、あのヒロインメイクから出てる専用リムーバーみたいな、あんなんじゃ落ちへんねん。あれがいっちゃん相性いい、マジで。アイラインを引きます。さっき残してた目尻のアイラインを跳ね上げにするか垂れ目にするか迷ってんねん。どっちがいいか分かんないな。どっちも違うのかじゃん。こっちの方がいいな。マジ？こっちなんや。あの、音程で分かる。納得いってないか。分かった。こういう時はインスタライブでみんなに聞くわ。リサさん、メイクとか撮ってるよね。跳ね上げか跳ね目のアイラインか、どっちがいいかみんなに聞きたくて。跳ね上げ、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 跳ね上げにするわ。みんなの意見って大事やから。涙袋をとりあえずサッサッサーって描きます。こんぐらいの色味を取って、この辺までしっかり横長に作ります。このここみんながよう描くところ、この色で描いていきます。ちょっと待って、みんなにリサも色味紹介言いますわ。このオレンジのこの色が、すごいかわいい。こんなかわいい。こんなかわいいわけないやん。もう一回見せて。もう一回見せる。この下の色を目尻の、ヒースのこの色、かわいい。それをまぶたの主要にだけなんねんけど、めっちゃかわいいね。シピシピをシピシピします。シピシピしていきます。ギラギラ、これが結構ピンク系やんな、ラメ的に、うんうんうん、だからオレンジのラメも上に重ねてごまかします。うん、素敵なこの、これが大活躍。腹減った腹減った。で、しっかりラインをリサのブラウンズクリーミーペンシルでちょっと描きます。この前初めて気づいたんやけど、自分ってちょっと離れ目ないな。あー、だからしっかりラインが重要なことに気づいた。でも描きすぎると似合わんから、こんぐらいのなんか柔っこい色で描いてあげるときつくなりすぎひんし、いいんやけど、これ問題点は取れやすい。あー、あとはハイライトを入れていくだけ。これ最近もらった、ありがとう。ありがとう。ドルガバのハイライト、これめっちゃいい。最近めっちゃお気に入りよね。この鼻先とこことここは開けてください。で、このこことここにも入れて、顎にも入れる、伸ばします。めっちゃ可愛いよね。なんか美女も可愛いし、ラーメン感もめっちゃ可愛い。で、チークの前に先リップを塗ります。やっと来たよリップ。あ、待って、最近リップの色を消すことに努めてる、うん、消したらスザンヌのリップを、あー、素晴らしい色味です。色消して塗るとさらに可愛く、うん、で、なんかこのシールの山のとこはちょっとオーバー目につけて、その山の横は控えめにつけます。
で、綿棒で口をぼかす、この色味だけやったら若干ちょっと頼りないから、ラージーのリップも重ねる。中央にだけ入れて、若干なんか色味を暗くしたいから、ハイシャインリップカーラー。これめっちゃなおしゃれな色味やねん。かわいい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 。秋っぽい色になるので、おすすめ。甘い匂いする。で、さっきのこのドルガバのハイライトを唇の山のところにつける。ここにハイライトつけたらめっちゃ写真写り良くなるで。若干伸ばして、このいつも大好きニスプリーのカラカラーを、頬骨が出てるから頬骨のところをなぞるようにリフトアップを意識してやってみてください。しっかりリフトアップを意識していきます。完成、完成しました。とりあえず髪の毛してくる感じですね。でもなんかやっぱオレンジが一番安心する。ありがとうございました。